はい、では五臓の調節を実際やっていきます。痛みはもう今回は確認せずに流れとしてやっていきます。まず患者様には上向きに寝ていただいて、お腹、へそ、おへそを中心にお腹を出していただきます。どうしても出していただけないときは T シャツの上からでも大丈夫です。で、手足をメインに使います。まず、肝臓の経から整えます。で、関係の場合はおへその左側だいたい拳ぐらい、子供の拳ぐらいの大きさのところで圧痛を探ります。患者さんに通ってもいいです。この部分と右の記録部、みぞおちの右側、肋骨の下のところ、この張り感とか圧痛を拾います。そして下血、A 下血というところで関係の交感という親指と人差し指の間の水かきのところ、ここの圧痛を左右見つけます。で、患者さんに痛いですかっていうことを問います。で、痛みがあったとします。痛みがあって症状が関係が疑われる場合は治療に入ります。親指を軽く握って、そして片手のもう一方の方の中指を曲線という膝の内側のツボにタッチします。そして親指を軽く揺らして少し牽引します。20秒ぐらいです。で、この中指の指先にピーッと静電気なものとか温かいものを感じたり、引っ張ってる親指が少し緩んだり、何か変化があったら OK です。両方やります。大体20秒ぐらいです。20秒から長くても30秒ぐらいで何か変化を感じます。そして変化を感じて、ここの先ほど痛かったところ、圧痛とかしこりが消えてるかどうか。ですから患者様にとっても痛みが消えてるので、あれ不思議ですね、これで関係が整いましたよって、ドクターも患者様も確認できる方法です。で、この施術で取れなかった場合っていうのは、肝というのは気、木に属します。で、木を攻撃するものというのは、木は斧で倒されるので金属です。金に、配当するのが背景になります。背景の壺2つを使います。背景というのは親指、胸の前から親指の方に行く壺なんですけど、交際という肘の近く、この壺をこう押して痛いですか、そして裂血という手首のツボ、これも痛いですか、で、これ両方で、一番左右4箇所のうちで一番痛いところ、もしくは患者様が何もおっしゃっていただかなかったら、強くしこり、高血を感じるところに対して圧をかけて、手首の運動、肘の運動でこのツボの下の筋肉を動かします。これは5回ぐらいでいいです。この強い刺激を与えることによって背景が一時的にダウンします。背景、攻撃する背景がダウンしたことによって関係が上がります。そして先ほどの関係の痛みの部分が改善しているということです。次に行きます。次が神経です。神経は手の小指から脇、胸の方から心臓の方に絡んでいきます。神経の小腹というツボは薬指と小指の手のひら側のこの付け根のところ、このコリッとしたところに圧痛があるかどうか、左右どちらかに圧痛があれば陽性です。あと溝落ちのところ、これは心臓か胃です。心か胃です。胃っていうのは後でやります。ですからここに痛みがある、どこかに痛みがあったら陽性と見なします。施術としては両手をいきます。小指を軽く牽引して、先ほどの中指先端を肘の内側の小腿というツボに当てます。軽くです。軽く当てて一瞬揺らしてラインを感じます。ここから20秒ほどで何か変化があれば OK です。両手やります。一箇所痛くても両手やります。これは熱を感じやすい方、筋肉の緩みを感じやすい方、ドクターの、ね、特徴によって何をキーとするか変わってきます。ただ変化します。
必ず。そして OK。で、先ほど痛かったところが圧痛が取れてるか、みぞおちのところの圧痛が取れてるかっていうことを感じます。そしてこの心、今の治療でこの圧痛が取れてない時っていうのは、心っていうのはね、火に相当します。火を攻撃するのは水です。水が火を消しますから。で、水に配当するのが腎経です。腎経の竹浜というツボ、足の内側の竹浜というツボ、左右どちらか、大抵痛いところはあります、探すと。あと大小という肘の、あの足の、くるぶしのところ、内くるぶしの下のところにあるツボです。まあ、咳などでよく使うツボです。大小穴、どこか一番痛いところ、4箇所とも痛かったら4箇所ともやってあげてください。でも大抵1箇所すごく痛いところがあるはずです。で、その部分に圧をかけてツボの下の筋肉を確保させます。5回ほどでいいです。そして先ほどの消えてなかった圧痛が消えてれば OK です。